ここにはいないわ。久しぶりね。だけど話は異界送りが済むまで待って。彼らは僕らを守って犠牲になった。せめて僕らの手で送らねば。申し訳が立たない。ねえ、生贄って何？召喚士は生贄だってアルベドの人が言ってたんだ。召喚士は旅をやめなきゃいけないんだって。召喚士のことはガードに任せろよ。無理やり旅をやめさせるなんてさ。やめなきゃダメなんだよ。このまま旅を続けてザナルカンドに行ってシンをやっつけても、その時ユーナンは、ユーナン死んじゃうんだよ。君知ってるよね、召喚士は究極召喚を求めて旅してるって。ユーナンから聞いたよね。究極召喚ならシンに勝てるよ。だけどあれ使ったら召喚士は死んじゃうんだよ。シンを倒しても一緒にユーナンも死んじゃうんだよ。知らなかったの？俺だけか？知らなかったの？俺だけかよ！俺だけか！なんで隠してたんだよ！隠してたんじゃねえ。言葉にするのが怖くてね。承知の上で召喚士の道を選んだんだ。真と戦って死ぬ道をよ。そんなの絶対おかしいよ。みんなの幸せのためだからって、召喚士だけが犠牲になるなんて。真の歌が、あなただって真の恐怖は知ってるでしょ。真のいない世界、それこそが全てのエボンの民の夢だ。たとえそれが僕の命と引き換えでも迷いはしないさ。
俺ユーナに言っちゃったぞ、早くザナルカンドに行こうって。シンを倒そう、倒した後のこともいっぱいいっぱい、あいつの気持ちも何にも知らないでさ。なのにユーナ、あいつが笑ってた。そんだけ吹ければ上出来だな。元気ないね。かもな。叫ぶ？そういうのとはちょっと違うかな。あのさ、自分で言うのも変だけど、召喚士とガードっていうのはスピラの希望の光なんだよね。いろんな人が私たちに注目してる。だから落ち込んでるところとか元気ないところとか見せたくないんだ。うん、わかる気がする。はい、じゃあ笑顔の練習。笑いながら旅したいんだ。ユーナに謝らなくちゃ。助けるんだ。ダメで、ランラソ末期起動。わそ、3分か。こさこさ縫うんきゃめで、1分で耐え。ユーナはどこだ。葉山県民おっさん、道をよに末県民どこだって聞いてんだよ。答えろ、ユーナはどこだ。ユーナを見つけてどうするってんだ。俺何も知らないで勝手なことばっか言ってた。あいつを追い詰めて悲しい思いさせて謝るんだ。謝らなきゃいけないんだ。なんで謝って、それでおしめか。その後また旅に引っ張り出して真と戦わせるってか。召喚士に全部追っかぶせて一人で死なせる気だろうが。違う、ユーナは絶対に死なせない。
だけなら何とでも言えんだよ。死なせねえって言ってんだろうが。小僧、その言葉嘘はねえんだな。口だけのガキじゃねえって証明してみろ。あ、居場所知ってんのか。分かりゃしねえよ。だから探すんだ、この飛空艇でな。飛空艇？遠崎、マッキン球児、アニョフが。オッケーは千年釣りをくなみそが。何が始まるんだ。ホームを爆破するんだよ。どうやって。禁じられた機械ってやつでな。トッキー、マッキャとにかけ。あるんじゃめねえ。チアミオ、耳そよのまは、やさゆるえざ耳せよそが。まあ、その、あれだ、そんなに落ち込まねえでよ。ドカーンと一発景気づけの花火ってことで、なあ。全然景気よくないよ、最悪。